曲になるんですけども、女一人という曲なんです。それじゃあ、皆さんご存知ですか？琉球、あの題名はご存知なくても、琉球です。我々の年代の年バレです。ではさあ、ボーカル。京都原3000円3000円って今3000円って言いましたやん。3000円って言いました。はい、3000円って入場料いりますからね。3000円入るの、そうね、あのちょっと高いな。ダメです、あのボーカルは任せられません。あ、そうです。はい、あのボーカルはやっぱり僕やっぱり今日メインやからね。はい、メイン、あんまりいいですか、僕が。はい、わかりました。すいません。京都大原3000人。おい3000人でない、3000人って書いてあるじゃない。あ、人じゃないんですか。3000人と半端な人数やな、それもしかない。でもね、あのほら、ね、京都っていい場所ですから、ね、バーッと観光客が来れば3000人ぐらい出たんだ。そうですね、まあ連休も終わったんでそんなもんですわ。はい、こんなことに使うていいんでしょうかね、時間で。ほら、まだデコリタンで書くんですよ。ですから、あの、もうダメ。じゃあ、ボーカルやっぱりあの、女一人というね、はい、曲名ですから、やはり女の、クリスタル、クリスタル、クリスタル、あやの歌ね。じゃあ、いきます。3000点、篠沢教授に僕の5000点。親のリズム、もう飽きませんか。もうダメですね。かなり寒くなってますから、ね。はい、はい、あのこちらのお客さんね、寒いのかなり慣れてありますから。大丈夫です。じゃあもうあのね、季節また暖かくなってきました、ね。はい。じゃあちゃんと宿題を行しましょう。ちょっと早めに行きましょう、今のね。はい。ちょっと遅かったんで。はい、騒がす